前半見てたんですけど、なんとまあ今日はなんだよ、今日は横目打ち、ね、横目打ちね、こういうで、あ、みんなこう横目打ちのイメージがあって、こういう手をこう返してから例えば4強だとかね、こう やりたいじゃないですか。 でもそういうのはあの目的があって、こう横目打ちの目的、それから4強の目的ってのあるのね。だからあの横目打ちの目的、僕が考えてるのは、横目打ちが来るときはこうね、ここに打たしてここに来るのをこうやって避けたらやられちゃう、 こっちが来るとかね、こうやられちゃうから、で打たせてこう自分がもらってるっていう形、打たせて、それが大事なのね。それで4挙っていうのはこう打たせてもらってるでしょ、もらって、でどうなってもいいの、これどうなってもいいので、どうなってもいいんだけど、4挙の形になってなって、それから落としてるの。だからこういう形に4挙やってないの、あのいい形になってから。で4挙の目的っていうのは、小投げとか4挙の目的っていうのは、4挙の目的っていうのはこうね、自分の下に落とす、この下に落とす、で向こう行っちゃいけないとか、そういうことを教えてるわけでね。で そういうことだから、横目打ちにしても4挙にしても小投げにしても、こういうふうにしてて、それで4挙の形に なってからどうすんだよ、そういう形、なんか言ってること分かんないんだけど、まあそういう形ね、そういうことを理解してなかったらできないよって話。みんなこういう見てると、こう来て4挙の形ってそういう形じゃないから、横目打ちもそうだし、そういうことをだから念頭に置いて、だから横目打ちはこういうふうに何しろ横目打ちでその反撃のチャンスがないようにしたいわけ、自分に対して反撃のチャンスがないで、だから何やってもいいってことは、こうやって何やってもいいでしょ。そして4挙の形になったから、こういうふうに落としてる。こういう形ね。そういう形でやった方がいいんじゃないかなと思ってんだよね。で、あの、横目打ちやると、横目打ちっていうのは、こういうふうに、こう、来た。これ殴ってくるのはね、本当はこういうふうにやりたいんですよ、多分。でも、横目打ちの方が分かりやすいから、決断してからこうやって振りかぶってきて、ビュッと打ってくるんだよね。その方が分かりやすいから、こうやって知らないうちにペッてなってきたら分かんないの。だからこうやって、はい、打ちますよって言って、手持たしてのと同じ。で横目打ちっていうのは手持たしてのと同じ。だから、そういう意味では、横目打ちは振りかぶってきて、こうやって打ってくるんだよね。で、そこを、ここは関係ねえよって。ここにいたらやられちゃうんだから、ここ関係なくて、こういうふうに見て、あの、ここ関係ないの、ここ。そういう感じ。っていうことは、こういうふうに持たしてるのと同じ。持たしてからスタートっていう。待っててもらってスタートしてるんだけど、それと同じ形だからね。そういうふうにやった方がいいんじゃないかな。で、じゃあね、ここあんまり気にしないでやりましょうか。で、また転換、こういう転換ね、そうです、転換ね、こう打たして転換、こう転換、 それからやりましょう。こう打たして転換、関係ないよって、ここ関係ないよって、打ってきたんだけど関係、打ってきたんだけど、ここにいたらやられちゃうの。ここにいたら。でも、打ってきた時に、王に入って、自分の姿勢がまっすぐ、
で転換。じゃあそれからスタートしてやりましょう。なんか言ってることがない。こう打ってきた時に僕の気持ちはここ関係ないので、やられちゃうの、これ、ここにいたらやられちゃうの。だからやられないようにために、チャンスをなくすために、彼のチャンスをなくすために、彼のチャンスをなくすためにこういうふうに入ってるの。こういうふうに入ってて、でここは打たせてるの、打たせてる。 ここにこれを逃げちゃったらやられちゃうんだし、打たせてるの。そしてこういうふうに入ってるの。そして安定してるの。安定してるのが大事。それからこういうふうに入って入れ替わるのが大事で、こう大事なことしか考えてないので、チャンスをなくすためにこうみんなこういうふうに行っちゃったらこう来ちゃうんだね。だからこう打たせて自分が安定してる状態でポンポンってやって、それで安定してる状態で四角入ってこういうふうに入れ替わっただけ。だから何にもしてないんだよね。何にもしてないっていうか、彼がやってるって感じで、ここコントロールしてない。ここの手をコントロールしてない。でいろいろあのこうな、殴るのは難しい、あの殴ってくるのはあのこういうのさばくのは難しいから、わざわざ上げてきてこう、そしてこう、だからあの練習方法としてやってるの、いろんなことね。だからやっつけたからどうのこうのじゃないの。自分が安定してる方がいつも安定してた、していたいの。だから例えばこういうふうに来て、こう四方投げやりたい、この次の目的は何かって言ったら足が自由に動くとか、そういうことですよね。で 手に行っちゃったらこうなっちゃう。でもこう来て四方投げやりたいんだから足が自由に動く、だからこういうふうに入ってるので、この手は関係ないのね。あんまり目的っていうのがいろいろあって、で入り身投げだったらこういうふうに来て後ろ通りたいの、後ろ、これだけ、これだけの目的だから、じゃあ四方投げやりましょうって、ね、四方投げはこういうふうに入って、この手、この手、この手はこういうふうに足が自由、そういう形ね。じゃあそれからやってみようかな。じゃあこう打ってきて、この手ね、この手、この手、足が自由、足が自由で、目的がいろいろあるから、技とかあのこう横目打ちとか、そういう目的をだから理解してからやった方がいいと思うのね。じゃないと形にとらわれちゃうから、形じゃないからということで、じゃあ次なんだ、入り投げか、入り投げってこういうふうに来てるのね、こういうふうに来て、で僕は後ろ通んなきゃいけないの、これ入り投げだから。入り投げってのは後ろ通るの、必ず後ろ通るのに これじゃ入れないんだよね。だからこういうふうに入って後ろ通るの、で後ろ通るのが目的だから、目的ってのはこう入れないの、入れない形にしてるんだけど、あ、ね、こう切る。だからこれを入れてそれから入る形にしたいので、後ろ通らなきゃいけない、こっちはすごく通りづらいのこれだけど自分を守って相手が崩れてれば、あとは自由、こうさよならもできる。何しろ後ろ通らなきゃいけない、そのための練習だからね。そのためには気にしないってこと、気にしない、あんまり気にしないで、そういう形とかこう来てここで後ろ入ろうと思ったら入れないんだよね。こうやってたらもう入れないんだよね。だからこうやってやってんの、後ろ入れんの、こうやって入れんの、こうやってこっち入れんの。気にしなければだから気にしない練習だから、こうそれから入れるようになってから入るの、入れるようになってからこういうに入るの、入れるようになってからこう入れるようになって入る、それから上から下、まあそういう形ね。じゃあ
そういうことを、まあ、理解してほしいってことね。じゃあちょっと入り見上げやってみましょう。井上君からいろいろアドバイスもらってね。こう来て後ろ通るのね、後ろ通るのをまず最初やりましょうって、そういう話。後ろ通るの、ここはブロックしてんの。だからここにこういうふうにこう出したり、でみんな打たせないと怖いからこうやって出したいのよ、出したいのよ。でも打たせ、なるべく吸収するってかな、吸収するってか、こう吸収してこういうふうに吸収してこの手を効かしたい、それから後ろを通りたい、その2つね、その2つだけ考えて。だから最初は後ろを通るっていうのをやろうっていうことね。だからここは自分が安定してこういうふうに打たせて、ここの手、この手、そして自分が後ろ通る、これだけ考えてやるってことね。じゃあ最初はそれだけやってみましょう。こういうふうに安定してて後ろ通る、後ろ、こっち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 ね、こうやってきてこうやってきたら後ろ通る、後ろ、こっちこっちこっち、そしてこういうふうに入ってきてこう、それだけ最初はやりましょうって。合気道はこういう競争しないの、安定してるの。いつも安定してて反撃の余地をなくしたいの。だからこうに来た時にこう来てんだけどね、反撃の余地がないの、気にしてないので、後ろさよならって、おいさよならさよならね、全然そういうこと。だからここにこう来ちゃったらやられちゃうんだよ、やられちゃってから僕は弱いからやられないように、やられちゃうの、こう 手とか足とか。だから打たせてんの、そして安定してることだけ考えてんの。そしてこっちこっちこっちで、ここにこういう位置でこういったらやられちゃうんだから、だからこういうこう通ってさよならって、さよならって、そうすれば安心、自分の安定だけ考えてんの。だからここにコンピュートしてやられちゃう、やられちゃうんだよね。だから後ろ通ってさよならって、安定してんだから、全然安定してんの、そういうことだけ考えてんの。だからこう打たせて後ろ通ってんの、安定してんの、安定してることを、安定してることをやった方が、コンピートしたなって、競争したなって思ったらやめなきゃダメ、やめないと力入ったまま今度やられちゃうんだよね。だからやめなきゃダメ、やめるってのはあ、コンピートしたなって思ったらやめるの、やめて後ろ通ってさようなら。だからまあそういう傾向なんだけどね、こういうふうに来て気にしないことが大事なの。気にしてたらやられちゃうんだから、だから気にしないの、気にしないで後ろ通る、こうで、こういうとこ気にしないの、こういうとこ気にしてたらこうなっちゃう、気にしないの、気にしないで自分のコントロールだから、相手はコントロールできないからね、自分の安定だけ考えてる、安定だけで、安定した時はさよならの方がいい場合もある。で競争しそうになったらやめないとダメ、自分の意思でやめんの、それが稽古なので、そうじゃないと競争したいんだよね。だからやめて、でやめて、そしてこう自分が安定してる、自分の安定ね、自分の安定で自分が動いてくるとこういうふうに出てくるっていう、そういうふうにやってるのね。で一挙も同じ、こうやって正面で振りかぶってくるのは分かりやすいから、こうね、ここで競争したらやられちゃうんだよ。だから競争しないの、競争しない、いかに競争しないで知らんぷりしてこういうふうに落としてるかって、そういう話、競争しないの、競争しないで、そうそう、
競争しないの。で、こう来て。競争しないの。競争しないの。で、自分が安定してることが優先。で、そういうことを考えてる。で、一挙やってみましょうって言うんだけど、正面打ちでね、こういうふうに、普通の人は、ここと競争すると、これをどう越したいっていうふうになっちゃうんじゃない？で、僕の場合は上がってきたときに、こういうふうに、上がってきたときに、こう捨ててんの。捨てるんだけど、捨ててんだけど、重心もらうのが目的。重心、相手の重心。こういうふうに。そうすると居場所がなくなって倒れた。そして、こういうふうに。これ難しいけど、最初からこうやって競争してると、この手も生きてるし、この足も来ちゃうし。でも、気にしてないの？気にしてないで。振り返ったらこうなっちゃうの。で、こう振り返ってもいいんだよね。でも、一つの選択肢として振りかぶってきたときに、こういうふうに、ここでこれ捨てる。こっち、捨てる。それと、足が、こう捨てたんだけどね。足がこっち、入れ替わってしまう。そうすると、彼は、行き場がなくなって倒れた。そして、こういうふうに、持ってくるっていうか、そういう形ね。これ上がってきたとき捨てる。そして足が入る。そしてこう。こういうのやってるんですよね。で、最初はどうしてもここにこう競争しちゃうから。で、最初は気にしねえんだよって。気にしねえんだよって。こう入るの難しい。こう、入るの難しい。捨てれないから。こう上がってきた時に捨てれないから。捨てて本当は入らなきゃいけない。でも入るの難しかったら腰を変えて、こういう、自分が安定してることね。難しかったら上がってきた時に腰を変えて。こういう感じ。上がってきた時に腰を変えて。こう、コンピートしてないんだから。で、こういう形になったら、こう、さよならって、これもいいよね。じゃあ、そういうふうにやってみましょうか。まあ、目的としては、競争しないこと。それから、ダメだったら、無理してやらないこと、それ以上。もう、ごめんなさいでいいんだから。稽古なんだから。まあ、そういうことね。じゃあ、やりましょう。彼も言ってたんだけど、形よくやろうとすると、ってんの。そして5になっちゃうの。5になって、こっから、ちょっとサービス受け見して。サービスに、こういうふうにサービスになっちゃうの。でも、僕はサービス受け見じゃない、は、良くないと思ってんの。だから振りかぶってきた時に捨ててんの。こっち。捨てて、自分が入ってんの。で、だから上がってきた時に終わってんの。そういうふうにやってんの。だ、それが線の意識なんだよね。5になったら何やってもダメなの。こうやって振りかぶってきちゃって、落ちてきちゃって、ここにいたらやられちゃうんだから。で、例えば、握らしちゃったらもう、やられちゃってんだから。こうやってやったら、やられちゃってんだから。もうダメなの。だから握る前に技をやってんの。握った、ギュって力が入ったときは、僕は安定して完全に彼を掌握してるっていう形にしたいの。じゃないと、安全じゃないの。安全じゃない。自分が安全じゃない。自由じゃない。束縛されてる感じ。だから自分が自由のためには、こう、掴んでたらやられちゃうの。だから、終わってんっていう形ね。そういうことをだからやらないと、合気道の稽古ってこういうふうにやって、こう持たして、で待っててもらって、これじゃダメなんだよね。だから、こう持たれたら終わりだから、こう。だから、持ちに来た時に終わってるっていうふうにやりたいの。持ちに来た時に終わってんの。こう、終わってんの。そういうふうにやりたいの。でも最初は格好悪いんですよね。格好はこう持たせた方が格好いいの。こうやって。格好いい。でも、持たれてないんだから。
格好悪いんだけどね。で自分が安定してることだけ考えてるの。だから早いの、早い早いっていうのはこう持ちに来た時にこういうふうに、そしてこっち行くとか後ろを出るとか、後ろ出れば入り身投げの形、こっち来ればこっち来れば一挙の形、こう場所を奪ってそれからこうこうに入ってくれば一挙の形、そういう形ですよね。でまあ自由にあのこう待ってないってことだから、こう上がってきたらこう出てると出てるってこと。そして形はどうでもいいから、形は僕の形も彼の形もどうでもいいから、ただ曲がってると、曲がってるとどうしようもどうしようもないの。だから自分がまっすぐまっすぐ自由、それが大事。こう自由気にしてなくてもいいんだけど、こう自由でいろんなところいろんなところ行って、そしてこう真ん中とか原理っていうのはいろいろあって、あんまり話しておくとできない。だから近いで自分がこういうふうに回ってる、で近いこれ離れてる、近いそして近いそして近いとかね、で中心だとか真ん中真ん中で真ん中がずれていっちゃったらやられちゃうやられちゃう。だからこうに引っ張ってこられたら真ん中に置いときたいからこういうふうに入ってる、そしてこういうふうに入ってる、でこういうふうに入ってる。で姿勢は自分のいつも大事なことはいろいろありますけど、気にしないってことね。気にしない、しないってこと。打たせてると、打たせてると。こう気にしてたら、やられちゃうんだよ、やられちゃうんだよ。だから気にしないの、気にしないでこういう感じ。別にしないでこういう感じ。そして、近い、自分が安定してる、そういう感じ。じゃあいろいろ形ありますから、やってみましょう。どうぞ。